アルコールランプを抑えながら蓋を取り、芯の長さを確認します。本体や蓋に傷がないか確認します。アルコールが7から8分目まで入っているかを確認します。アルコールが少ないときは火が完全に消え、火口が冷えていることを確認し、ロートを使って補充します。アルコールランプを押さえながら蓋を取り、そばに置きます。水を入れた燃え殻入れを用意します。マッチを人のいない方に向けて吸って火をつけ、アルコールランプの本体を押さえ、斜め下から静かに芯に近づけて点火します。熱するものの下に静かに動かします。熱し終わったら取り出し、本体を押さえ、蓋を炎の斜め上から素早くかぶせて消します。長時間使用したときは一度蓋をかぶせて火を消した後、すぐに蓋を取り、冷えてから再び蓋をします。Thank you.